どうもお疲れ様です最近ねあの新潟のロシア村っていうねテーマパークがあったことを思い出してちょっと調べてみたんですけどもあの新潟のロシア村の跡地っていうのは今メガソーラーのパネルがいっぱい張り巡らされてるらしいですねで壊さないといけない施設はそのまんま廃墟として残ってるんだけども簡単に更地にできるところねズバッと更地にして駐車場ですとかその他の農場っていうのはもうほとんどソーラーパネルが張り巡らされてるみたいです しかし、ご存知のように、新潟、雪深い雪国ですよ。メガソーラーを張ったところで発電効率はゼロですからね、一体なんでこんなことをしたのかと、まあ、意味不明なところがあります。もちろん、1年を通じて夏場なんてのは発電するでしょうけども、まあ、それにしてもね、事業費に見合わないような発電効率だなっていうのは、誰の目から見ても明らかなのになぜこんなところに事業が成り立って、そこに融資する銀行があったのかなと、甚だ疑問なところがありますね。えそれから、 長野オリンピック、もうほとんどの人の記憶にはありませんけども、長野オリンピックには、えーまあ、東南アジア最大のというかね、唯一のボブスレーコースっていうのができたんですよ、ボブスレーね。しかし、ボブスレーってそんなに有名な競技じゃないんですよね。いや、むしろマイナーで無名だと思います。というのが、ボブスレーの日々の練習ってほとんどの選手ができないんですよ。あのコースって近くにないでしょどんな立派なところにもどんな立派な 個人のお宅にもボブスレーの練習するのはな設備ってのないわけですよ。そうなるとトレーニングがほとんど不可能なんでボブスレーっていうのはやっぱりね廃れていく面にあるのかなと。まあ、そもそもボブスレーってどこのどんな人が発案してそれをスポーツにしようと思ったのか本当に意味不明ですよね。まあ、スキーのジャンプもなかなか普段練習できないっていことを考えると進化の遅いスポーツだとも言えるんですけどもなんで入ったものかね 熱狂を呼んでそして大きな費用をかけてそして去っていくのがまあ本当はなはだ意味不明なんですよねいやボブスレーに憧れて選手になりたいと思う人っているのかなとちなみに日本国内でボブスレーの選手と言える人って100名以下だそうなんですよ <laughs> だからボブスレーに参加してちょっと練習したらみんなねボブスレーのオリンピック代表選手になれるみたいなねそんな構図もあるんですけどもただねボブスレーの専用のまあ 衣装とかね、設備っていうのは高いですからその辺の量販店に売ってませんからねすべて特注オーダーメイドになるんですよねはい、そういったこともあってね孫子のつけっていう風うな言葉が昔からありますけども例えば国債発行ってのは国の借金だから将来子供たち孫たちがそれを返さなくてはいけないみたいなねまあそんな論調がありますけどもおかしいですよね 国の借金、負債ではあるんですけども、でもその反対側に資産っていうのが生まれてるのに、この資産というものについてはいつまでも語られてないんですよ。まあ例えば、港を作りました。飛行場を作りました。高速道路を作りました。こういったものすべて国債発行によって賄ってます。建設国債ってやつですよね。当然これは孫子の世代が便宜上ね、返さなくてはならないっていう立て付けですけども、逆に言うと、以前30年前、40年前の お父さんおじいちゃんの世代が空港や港を作ってくれたおかげで今の世代は作らずに住むわけですよもともと便利な世の中を享受できますからその空港の使用料の中で自然と返せていけるんですよねだから国債発行によってそういった設備ができたとしても別に借金は返さなくていいわけなんですよまたもう一つこんな考え方もあります昭和20年代戦争が終わったばかりの頃大体 月に500円だそうです。月に500円もらって、まあ最初のね、初任給給料っていうふうに言われてたんですよ。じゃあその時に月収が500円の公務員さんが、仮にね、1000ヶ月分の給料を前借りしたとします。1000ヶ月分ですから、10ヶ月だと5000円。そして100ヶ月だと5万円。50万円ってのが1000ヶ月分の給料です。50万円ね。で、その返済を、例えば、昭和、 40年代とか50年代に設定したとします。つまり30年後に払いますからっていうふうにするわけですよね。30年後の給料ってのはだいたい初任給が10万前後。そして最近でしたら20万前後ですよね。そうなってくると過去にした借金ってのは実は経済成長とともに返しやすくなるんですよね。これをわかりやすく言うと今1000万借りても30年後に返す金銭的な 表さとしてし今の10万円ぐらいにしか相当しないんですよ。ということは国債発行を孫子の世代で返すっていうのは妙な話で孫子の世代に返した方が簡単に払えるんですよね。もちろん経済成長していればの話なんですけどもでも実は国債発行をすするることによっってて経済成長っていうのはするんですよ雇用もむむし消費ももからですです将来のツケがあるからといって現在国債発行を絞って緊縮になってしまうと。 返返せせるるものものななくなるし、それから経済は停滞して縮小していくので今例えば100万円の借金をしたら将来的にはその重さっていうのは1000万円分になってしまうんですよね実際今貯金が100万円ある方10年後にいろんな貨幣価値を換算してみるとその中身っていうのは75万円分にしかならないそうなんですよさらに10年経つとなんと50万円分というふうにね20年間で50%は目減りするのが貯金の恐ろしさなんですよ で物価上昇もありますしねそれから金利の上昇もありますんでそうなってくると今の時代は貯金すればするほど損ということになりますですんで物で持っているとかね何か労働力で持っているとか自分に対して投資して知の知識で持っているっていう方が有利なわけなんですよまあいろいろと考えた時に今度大阪万博ってのがあるでしょう大阪万博は早く中止した方がいいんですけども実際に行われてしまうと またそこに起こる負の遺産ってものを返す見込みのない将来の世代がずっと返さなくてはいけなくなります。これ実際にはね、大阪万博の跡地利用のコストを払わなくちゃいけないってことになるんですよ。先ほどお話した長野オリンピックのボブスレーのコース。使われる見込みはないですし、今すぐ使えるものではありません。数億円規模の補修費、点検費が必要なんですよ。でもおそらくもうあそこでボブスレーが行われることはないでしょうね。しかし放置するわけにもいかずに、 定期的な点検のために人が割かれているという、ね、そんな悲しい負の遺産これを毎年毎年当時の市区町村現在の市区町村は税金によって負担してるんですよねそして地方自治体の税金っていうのは国債発行が賄えませんから全て市民の徴税によって行われるってことになります将来の子どもたちね本当に大きな負担を抱えながら使いしない施設を維持するためだけに そこに働く人の給料を払うためだけにずっと搾取され続けて国民負担率は上がる一方なのかなというふうに感じてしまいますね。ということでね今回は愚痴っぽいそんな動画になりました。いってらっしゃい。